こんばんは、インシャインさん。騙されない方法ですね。まあ、騙されたってからね、嘆いてる人、気の毒だとは思うんですけども、2つの意味で、騙された人の、騙されるべきゆえんをちょっとお伝えすると、騙す方の考え方としてね、この人に騙されたって思われて信頼関係壊れたら、嫌だなと思ったら騙さないんですよ。あ、こいつはもうかもってね、もう騙されたとか言ってどっか行っちゃっても全然構わないよっていうふうに安く見られてると、騙す方もお金を持ってる人とか、それから知恵のある人とか人脈持ってる人とか影響力のある人って騙さないんですよ。だってダメージでかくなりますからね。でもあまりお金もないで、人脈もない影響力もない、あまりたくさんの人から信頼されてない人は根こそぎ行って、はいさよならって感じなんですよね。だから安く見られてると騙されちゃう、そして騙しのターゲットに合います。でもう一つの側面なんですけども、騙す人にとってね、賢くない人って騙されちゃうんですよ。騙しを見破る人って一生懸命騙そうとしないんですよね。簡単に騙せる人が騙されちゃいます。ですんで賢ければ騙されないですね。そういった2つの意味で、騙されたって嘆いてばっかりもいられないよと、騙されるには原因があるよと、要するに見る目がないから騙されると、この人に信じていっていいんだろうかとか言ってね、信じていっちゃう、ついていっちゃう、だから騙されちゃうんですよ。だからそういうことなんですよね。だからパワーバランスっていうんですけども、結局1枚上手なんですよ、騙す方が。で今回の動画なんですけども、一つの言葉を止めといてほしいなと思います。それはですね、信頼の向こうに詐欺があるんですよ。信じた瞬間隙ができますなんですよね。だから疑えってわけじゃないんですよ。信じることも疑うことも込みでなんですけども、自分の思考が緩ければ騙されちゃうし、思っても見ないようなことにハメになっちゃうんですよね。まさかってやつですよね。でも仮説思考っていうんですかね、いろんなことが仮説できれば、こうじゃないかな、じゃないかなっていうふうに自分の思っても見ないような未来を描ける人とかね、そういった人っていうのは騙されないんですよね。騙されてもすぐに回復する方法を知っていたりするんですよ。だからね、多分ね、私とか騙したらすごく損するんで誰も来ないと思うんですよ。っていうのが、どんな方法で誰に騙されたか私は YouTube で発表するんで、その騙し手がね、二度と人を騙すことができなくなっちゃう、再起不能になるんで、こっちの方が強いんですよね。影響力のない人とか、アウトプットをしてない人とか、何かね、例えば YouTube で喋っても視聴者数とかが少ない人っていうのは、再生数少ない人っていうのは全然騙しても OK みたいなターゲットになっちゃいます。まあそれでもね、発信してるだけまだマシなんですけども、人に知られてない人ってすぐ騙されますよ。ターゲットになりやすいんですよ、ご用心を。